どうしようかな、この後トーナメントにするか、もう陣形で下にするか。時間的にはどっちでもいけるんですか。トーナメントにすると最初の2本は5分だね。トーナメントにするとね、5分なんだよね、ゲームの時間が。5分あっという間だな。10位決定戦と6分できるんですか。そう、5分、5分、6分、6分かな、やるなら。なるほど。5分、6分、6分でいいなら。たまにならどの辺いいですか。たまにどうしゅうくん、たまにはトーナメントできないですか。さすが上位者が、上位者がそう言ってくれるなら、上位者がそう言ってくれるなら。上位者がそう言うなら、5分5分6分6分やろうか。負けたら終わりですよね。いや、あ、はい、下のトーナメントやるんですか。あ、どうしようかな。もし3位決定戦やらなくていいんだったら6分6分6分その方がいいんじゃないですか。三位決定戦なしでやるか。なしで6分6分6分で。オッケー。じゃあ、負けたら終わり。6分6分8分とかかな。いいじゃないですか。盛り上がるんですか。6分6分8分でやろうか。オッケー。負けたら終わり。オッケー。行きましょう。ちょっと言うの忘れた、ごめんなさい。一人足りない。3分経過。じゃあ、ケンジさん1分経ったら帰りましょう。1人減りました。ゲットゴール。意外な展開。ゲットゴール。赤勝ったらあるんじゃない。即死点差で。一回負けてるな。でも青の1位が決まってるのか。どっちにしろ。じゃあもう青の1位が決まってる。で青リード。ん？違うか、赤リード。赤リード。赤リード。赤一点リード。赤一点リード。一点返す青。底力の青。
Yeah.